語を進めましょう。ももさん、ついてきてくれますか。状況を開始する。懐がガラ空きだよお姉ちゃん。それ。王さん参りました。さすがに格闘で負けるわけにはいかないよ。うん、思ったようにうまく動けないな。お姉ちゃんは刀専門だもんね。刀を抜くと生き生きするし。嘘、私そんなに変わる？変わる変わる、ギャップ萌えってやつだよね。やだな、喧嘩が好きな女の子だと思われちゃう。お姉ちゃん、もう一本行こうよ。今度は負けないからね。はーい、みんな、ちょっと集まってもらえる？理事長先生、こんにちは。訓練中に何の用だ。くだらない用なら理事長といえども殺すぞ。ちょ、ももさん、理事長先生に何てことを言うんですか。今のは冗談、冗談ですから。冗談？私は冗談など言わない。うんうん、殺せるものならいつでも殺しに行きなさい。ではその当社モニターの中から出てこい。それはちょっと無理ね。相変わらずデスクワークが忙しくて手が離せないの。ち、卑怯者が。いつか殺してやる。ねえねえ、いつでも殺しに来いって理事長先生もちょっとずれてるよね。理事長先生もバルキリーらしいから。あなたたち、ピクニでの生活にはもう慣れたかしら。はい、すっかり。皆さん本当によくしてくださるので。私は食堂が気に入った。何を食べても美味しいんだもん。ランカちゃん、ビクニに来てから少し太ったんじゃない？食べた分はちゃんと訓練で消費してるから平気です。お姉ちゃんこそまた胸が大きくなったんじゃない？なってないよ。なってないと思う。でも最近ブラがきついかも。じゃあさ、今度は越後屋に下着を買いに行こうよ。あの店、なんでか知らないけど下着の品揃えが半端ないよね。エッチいやつとかあるし。お買い物か。ももちゃんとまなちゃんも一緒に行かない？興味ないな。私のことは放っておいてくれ。でもももさん、ポイントが結構溜まってるんじゃありません？必要があれば使う。それで問題ないんだろ？うん、貯めたポイントの使い方は自由よ。たくさん貯めてエリート区画へ引っ越す子もいるわ。そんなことができるんですか？ええ、それなりのポイントは必要になるけどね。エリート、素敵な響きですね。生活していて不満な点や問題はない？不満なんてあるわけがありません。ね、ももさん。そうだな。強くなるためなら、何でも利用させてもらうまでだ。それを聞いて安心したわ。あの、どうしてこんなに良くしてくださるんですか？あなたたち、VR クラスの生徒には特別に期待しているからよ。
別に期待ですか？でも私、自分が特別扱いされるような優れた生徒だって自信も自覚もありません。心配は無用である。お前たちの能力を引き出すのは我らの仕事ゆえ。金剛先生をはじめとして、この島の守護神である獅神は優れた指導者でもあるのよ。そうね、そろそろ他の先生方も紹介しておきましょうか。うわ、金剛先生に初めて会った時も驚いたけど、これがビクニを守護する獅神。私たちの先生。改めて名乗ろう。我は獅神が一中金剛。お前たちに力を伝える任を負っている。ヴァルキリードライブとは力と力のぶつかり合い。その身を鍛え、力を蓄えよ。やっぱり金剛先生はかっこいいね。はじめましてお嬢さんたち。私は獅神の一人ゴーザンゼよ。あなたたちに技を伝えます。芸術の域に達するまで高めた技の応酬こそがヴァルキリードライブの神髄。あなたたちに美しい戦いというものを教えて差し上げましょう。なんて美しい。強さも極めれば一種の美になり得るんですね。獅神が一中大威徳とは俺のことだ。ガキどもよろしくな。俺が教えるのは心だ。戦いに必要なのはハートの強さよ。俺がみっちり叩き込んでやる。楽しみにしろよ、ガキども。心、私にはわからない概念だ。しかし獅神の強さは本物。その強さ必ず手に入れてみせる。ごきげんよう皆さん。私が獅神の王者グンダリです。共に修行に励み、一日も早く VR ウイルスを治療しましょう。この先生強い。他の獅神の先生とは別格だ。私にもそれがわかる。見られるだけで背筋が凍りつきそう。世の中にはこんなに強い猛者がいるのか。治療プログラムの進度に伴ってそれぞれの先生に従事して修行を行ってもらいます。なーに、難しく考えることはねえ。すごろくだと思えばいい。強くなった分だけ駒を進めて獅神それぞれの管理エリアまでたどり着けば相手をしてやる。1年間の修行を経てグンダリさんに挑戦できるようになること、これがあなたたちの当面の目標だと思ってくださいね。金剛先生から合格点をもらえたら、次はゴーザンゼ先生について修行ができるわ。月影とバイオラはどこまで進んでるんですか？ついでに満腹丸も。バイオラさんと満腹丸さんは現在ゴーザンゼ先生に訓練を見てもらっています。先生からは合格点をいただいたということですか？いかにもである。月影さんはその先大威徳先生の指導を受けています。二段階も先に入党が遅れたとはいえ、
私たちはそんなに遅れているんですか？なに、小春は比較対象にならんぜ。あれはビクに始まって以来の天才だ。いちいち比べてたら気が持たねえよ。溢れる才気に真面目な性格、しかも可愛らしいのですから、教えがいがある生徒ですわ。お言葉ですが、先生方は月影さんを買いかぶりすぎでは。何が言いたい？彼女が大伊徳先生までたどり着いているというのなら、私にだって余裕です。明日にでも追いついてみせましょう。5期生の筆頭にふさわしいのは月影さんではなく、この私なんですから。先生にも挑戦を。ああ、ゴーザンゼにも勝てば大伊徳への挑戦もだ。よかろう、ぐんなりよ。いいでしょう。ただし合否の判定に一切の異論は認めません。それで構いません。指針に勝てとは言いません。あなたのバルキリーとしての覚悟をお見せなさい。我らはエリート区画にある塔のてっぺんで待つ。準備ができたらいつでも来い。余興と思えば悪くねえ。楽しみにしてるぜ、ジョーちゃん。では後ほど。あの、グンダリ先生、一つだけ聞いてもいいですか？何でしょう。グンダリ先生は私たちに何を教えてくれるんですか？私はバルキリーにとって一番大事なことを伝えましょう。私たちにとって一番大事なこと？それって。それが知りたければ治療プログラムを進め、私のところまでたどり着くことです。ではまた会いましょう。あれが指針か。あの連中を全員倒せば、この島で一番強くなったということか。その解釈で間違いないわ。大変なことになっちゃったね。先生方も基本的には戦うのが大好きだから。根っからのバルキリーなのね。本当にやるの、マナちゃん？やる気に決まっているでしょ。2階級特進のチャンスですよ。いえ、ことと次第によっては筆頭の座も手に入れられるかも。やらない理由はないでしょ。負けたってペナルティーがあるわけではないんですし。そりゃそっか。稲川頭いいね。では早速エリート区画へ向かいましょう。面白くなってきましたね。いよいよ私の野望の実現に向けて第一歩を踏み出す時が来ましたね。野望だか無駄毛ボーボーだか知らないけどさ、何を突然言い出すんですか。私はツルツルです。
で行くつもり？パートナーはどうするの？まるで考えていませんでした。ではリンカさん、パートナーをお願いします。嫌だよ、私まだ先生たちに挑戦できるほど強くないもん。仕方ありませんね。ではランカさん。私は組まないけど。なんでですか？私まだまだ金剛先生に教わりたいことがいっぱいあるし、焦らなくてもいいかなって。それにお姉ちゃんを置いて一人だけ治療プログラムを進めても意味ないもん。そうですか。パートナーがいないのでは満足に戦うことができません。では今回のお話はなかったということで。私を無視するな、殺すぞ。はあ、いたんですね、モモさん。私が組んでやる。ええ、うん、そうですね。リンカさん、満腹丸さんを呼んできていただけますか？え？でもどこにいるかわからないよ。私が組んでやると言ってるんだ。私にだってパートナーを選ぶ権利はあるでしょ。そんなものはない。行くぞ稲川。こうなったら開き直るしかありませんね。行きますよ、モモさん。目指すは2階級特進です。モモさん、よろしくお願いします。本気で行くぞ。はい、頑張ります。この程度造作もありません。
我が体を極めた。来ましたよ。読めますか。我が尊厳は完璧だ。かわしきれ。犬きます。
Yeah!
せ。やめますか。いや、はい、立てます。見切りました。遅れを取らないようにしなくちゃね。日々の成果。